ほっかむり私が高校生の時国語の先生が話してくれた話先生が引率として行った何年か前の修学旅行行き先はおっしゃっていませんでしたが 今と変わっていなければ、北海道でしょう。元気盛りの高校生たち。多少の問題は起こったものの、まあ、例年通り。ホテルまでたどり着き、早めの夕食の時間でした。ふと、近くの女の子グループのテーブルを見ると、おしゃべりばかりで、 あまり箸をつけていません。お年頃ですから、男の子たちの目が気になったのでしょう。先生は、声こそかけなかったものの、あらあら、あの子たち、夜中にお腹空かせて、買い食いでもするんじゃないかしら。と、これもまた、 例年通りの心配をしていたそうです。そうして夜中、深夜一時頃でしょうか。先生方でこっそり飲み交わしたお酒も回って、布団に潜ってうとうと仕掛けたとき、突然、部屋のドアを、どんどんどん、と叩く音と、 先生、助けて。という女の子の泣き声。同室の先生と顔を見合わせ、慌ててドアを開きました。そこにいたのは、夕食時に目についたグループの女生徒が二人。 〇〇ちゃんが変になっちゃった。どうしよう。彼女たちの部屋はすぐ近くでした。飛び込むように部屋に入ると、布団の上に仰向けに倒れている〇〇ちゃんと、青い顔をしてその横に座り込んでいるもう一人。 何があったのこちらも蒼白になりながら、まるちゃんの肩をゆすると、彼女はあっさりと目を覚ましました。きょとんとして、何かあったのという感じ。ほっと胸をなでおろし、彼女たちに何があったのかを尋ねました。 その話はこうでした。深夜0時を回った頃、もちろん消灯の見回りは声を潜めてやり過ごしました。布団に形だけは入って、クスクスとたあいもないおしゃべりをしていましたが、やがて誰ともなく、お腹すかない の声先生の予想通りでしたしばらくは我慢していましたがやっぱり無理とのことでこっそりと1階のエントランスに向かいましたもちろん売店は閉まっている時間ですが何台かお菓子の自販機があったのでそれ狙いでした こそこそと少し楽しくなりながら一階まで階段を降りるとエントランスの薄暗くなった照明の中に浴衣姿の人影が見えました白い生地に紺色の模様後ろ姿でしたが男性ですなぜか頭にほっかむりをしていました 誰とまではわかりませんでしたが、やばい、先生だ。と、慌てて階段を引き返そうとしました。その気配でゆっくり振り向き始めるほっかむりの男。両手をゆっくり、かかしのように広げました。 それ以上見ている場合ではない。捕まったらお説教されるのは目に見えています。我先にと階段を駆け上がる彼女たちの後ろから、広げた両手と体を矢兵衛のように両側に揺らし、ゆっくりゆっくりとした弓で追ってきています。 顔はよく見えません。声も上げません。彼女たちの部屋は3階でした。こんなに全力で駆け上がっているのになぜか男はゆっくりとした歩きでどんどんと距離を詰めてくるんです。とにかく無我夢中で走って 部屋になだれ込みました。その瞬間、最後尾を走っていた〇〇ちゃんから、はぁ <laughs> と悲鳴。背中撫でられた。勢いでドアまで閉めたものの、もう部屋もバレてしまっているので、いつ、 こらお前らの怒声が響くかとビクビクしていたんですがしばらく経っても部屋はシーンと静まり返ったままでしたもしかして見逃してもらえた皆な,なんとなく違和感は感じていたもののひとまず安堵感で それを拭い去りました「もう買いに行くのは無理だね」しかし走った動機と興奮でしばらくは寝つけそうにありません四人でまたクスクスとおしゃべりを始めた時急にまるちゃんが「<laughs> <laughs> と言い出しました何と言っていたのかはわかりません男が怒ってるような声でした三人がびっくりしていると今度はよだれを垂らしてアハハハハ 笑い出しそのまま仰向けに倒れビクンビクンと痙攣を始めましたそこで慌てて先生の部屋に駆け込んできたというわけです起きてきた他の先生方にもみっちり叱ってもらった後、その浴衣の男が気になって尋ねましたが 四人とも覚えていたのは白い生地に紺の浴衣とホッカムリという点だけでした。修学旅行中、そのホテルは学校の貸し切りでした。彼女たちが見た浴衣は確かにこのホテルのものです。しかし、 生徒たちの部屋にも先生方の部屋にも浴衣は置いてありませんでした。薄暗く落とされた照明の下で彼女たちは初めて来た遠方のホテルの見る機会がないはずの浴衣の柄だけをなぜかはっきりと覚えていました。 そういうお話です。その後は特に何事もなかったそうですが、修学旅行を間近に控えた私たちのクラスで、この話をした先生のいたずらっぽい笑顔を今でもたまに思い出します。 いつまで大学時代に友人から聞いた話釣りが大好きだった友人はその日も朝から釣りに出かけていた場所は川の上流でかなりの山奥である ここから先は友人の語り口調で書かせていただきます車で行ったんだけど途中からは獣道すらなくてさ仕方なく歩いたんだよかなりの道だった崖も越えたし途中熊が木を引っかいた跡もあったで やっと釣れそうなポイントにたどり着いてさ、早速そこら辺の石をひっくり返して、川の虫を集め始めた。それを聞いた俺は、なんだ、餌ぐらい買えばいいのに、と言った。すると、いや、現地で取った餌は食いつきが違うんだよ。 何より、撮るのも楽しいから。そんなわけで、虫を確保して、早速、釣りを始めたんだ。そしたら、面白いくらい釣れてな、ものの3時間で15とか、6匹、16匹とか釣れたんだ。でもまあ、そろそろ途絶えるだろうなって思っていたんだ。 知ってる人も多いと思うけど、釣りは朝と夕方のまずめ時が最も釣れる。その後昼を過ぎても全く終わる気配がなかった。生涯で最高の一時だった。時が経つのも忘れて夢中になったよ。気づいたら、 辺りは薄暗くてな、もう夕方になっていたんだ。身の危険を感じて帰り自宅を始めた。ふと背後に気配を感じて振り返った。そしたら小さい女の子が背を向けて立ってる。少し近づいて、こんなとこで何してんのって聞いてみたんだよ。 そんで振り向いた顔を見てギョッとした顔がおばあさんだったんだしかも顔が引きつるぐらい満面の笑みだったんだでも病気かなんかだと思って同じ質問を繰り返したんだ今度は丁寧に そしたら、笑顔を崩さないまま。いつまでって、呟いたんだよ。何回も何回も。変な人だったのかな、と思って、軽く会釈して帰ろうとしたんだ。そしたら、急にばあさんの声が合成音声みたいになって、 いつまで生きるって言ったんだ。背筋がゾクッとして、こいつはこの世の人間じゃないと思って、すごい勢いで下山したんだ。途中ばあさんのつぶやく声が何度も聞こえた。薄暗い山奥でだぜ。発狂寸前だったよ。 ああ、ああ、最高のポイントだったのに、<laughs> もういけねえな。<laughs> 俺は自分の膝がガクガクと震えてるのを感じた。話の途中から友人は気持ち悪いほど満面の笑みだったのだ。 それからしばらくして友人は自殺した先攻。線香 帰ってくると何か部屋が線香臭いんだ窓開けたりして換気したんだけど一向に消えなかったファブリーズじゃないけどそれ系の部屋に巻く香りのスプレーを使ってもダメだった仏間でもないし家の周りで葬儀をやってるわけでもない。 なんだよ、これ。と、部屋を出て、トイレに行って、戻ってきたら、さっき俺が巻いたスプレーの香りが、むわっときた。先行臭なんぞ、欠片もなかった。一体、何だったんだろう。俺の嗅覚が、変だったということで、納得はしてるけど、 はい、どうも皆さん、こんばんは、ごま団子です。線香の話ありましたけどもね、いやー、皆さんも、ふとこう、街中で線香の香り感じることとかありません感じるっていうか、なんかそういう匂いみたいのを吸うことってありませんかあの、僕何回かあるんですけど、あの、まあ、前にちょっとこれ話したかもしんないんですけども、まあ、特に強烈だったのが、あの、昼間にね、 休日の昼間に両親と一緒にスーパーに買い物に行っていた時なんですけど冷凍食品コーナーあたりを歩いてる時にもう強烈に明らかにこれ線香の匂いだっていうのが何つうんですかねもう鼻の奥の方までガーンとこう来てうーわめっちゃ線香みたいな感じでえー、そんで あのー、その線香の匂いする方をパッと見たら、なんかあの、おじいさんが何するわけでもなく、ぼーっとそこに立っていて、で、ああ、この人からその線香の匂いしてるのかなと思って、で、もうすごいね、動きがなんかもうスローモーションなんですよ。めっちゃゆらゆらみたいな感じで。で、なんだろう、うちょっと怖いなと思って <laughs>、 え、それで、あのー、パッとこう目を離して、で、もう、もう一回気になって二度見みたいな感じじゃないですけど、もう一回そっちの方を見たら、もう誰もそこいなくなってたんですよね。で、あれと思ったんですけど、ひょっとしたらあれ、なんかこう幽霊だったのかなみたいな感じに思うんですけど、本当にね、もうめちゃくちゃ線香なんですよ、香りが。で、残りがみたいのも、んなんか、 全然なくて、うん、あんだけ強烈な匂いだったのに、その場に匂い残ってないんですよ。で、あれはほんと不思議でしたね。うんほんと昼間なんですよ。僕、先日あの、めちゃくちゃその霊感というんですか、その霊能力を持ってる方とちょっとお話ししたことがあるんですけど、あの、僕には比較的、 強いいい霊感みみたいのがついてるみたいでその幽霊だろうなっていう人の姿形っていうのはそのスーパーの時も含めて、まあ、本当生きてきた中で数回ぐらいしかないんですけども、えー、なんかそういうものがね僕持ってるらしいですね <laughs> どうやら <laughs> で。であのー、まあ普段はそのなんつうんですかねまあはっきりと見ることってそんなにないので。 ああ、なんかここら辺嫌な感じするなとか、なんかここになんかいそうだなって思うとき結構あって、あのー、で、その霊能者の方曰く、あ、それ確実にその場所にいると思いますみたいな。ゴま団子さんが感じたそういう場所っていうのは絶対に、あのー、いるんじゃないかなと思いますっていう感じの話で、今まで生きてきた中で、 その、霊能力者の方とお話しすることってなかったので、あの、だから僕、そういうものを見たりとか、あの、嫌な感じはしても、気のせいだろうなで終わらせていたんですけど、<laughs> でもどうやら気のせいじゃないみたいですね。っていうことになると、 あの、昔茨城に住んでいた時に見た、あの、踏切近くのゴミ捨て場にいた、ちみまる子ちゃんっぽい女の子とか、あと名古屋港のレストランで聞いた、あの、誰も入っていないトイレの中で聞こえた、あの、カップルのお笑い声とか、あとは広島に住んでいた時に、えトイレの、 トイレットペーパーが三角折りになっていたとか、で、引っ越し寸前、引っ越し寸前にトイレ前で、あの、見た女性っぽい人とかも全部気のせいじゃなくなるんですよね。もちろん、あの、全部が全部そうじゃなくて、気のせいっていう場合も多分あると思うんですけども、いや、でもそれにしてもやっぱり説明つかないことが結構やっぱあるので、まあ、やっぱ気のせいじゃないことも起きてるんだろうなっていう、 うーんなんかその霊能力を持ってる方とお話しして、そう思いましたね <laughs> うん。まあそんな感じで、まあ自分語りがめちゃくちゃ長くなっちゃって本当に申し訳ないんですけども。えー、また何か、あの、体験したりとかありましたら、まあこういう場でお話しさせていただければと思います。はい。 ということで、本日のどのお話も本当に興味深く読ませていただきました。読ませていただきありがとうございました。はい、ええー、ということで今回もここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。 この動画が少しでもよかったら高評価そしてチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします、えー、そして先,先日というか1ヶ月前ぐらいですかね、えー、兄と実の兄と2人で立ち上げた怪談インタビューチャンネル「よもつひらさか」ですけども、えー、そちらのチャンネルの URL も概要欄に貼ってありますのでよかったらぜひ、えー、チェックしてみてください、はい、ではまた次のお話でお会いいたしましょう ごま団子でした。おやすみなさい。